吉田正尚さんの8月成績、さすがにグロヤバすぎる。打率、261、1本、9打点、出塁率、281、長打率、359、オプス、640、ようやっとラン。ガチでもうどうでもいい人。リグロ程度やん、守備走塁加味すればあかんのやけど。攻略されたな、ボーナスステージは終わった。今年はこういう扱いやろな。スタメン落ち増えたな。立浪、吉田って米食ってるじゃないか。ボストンでのあだ名強盗ナノスコ、120億を騙し取ったため。俺も120億稼げてー、ここから吉田は顔面にデッドボール食らわない限り勝ち組コース。NPB 野手にメジャー挑戦は難しいんよ、何から何まで違いすぎる。守備走塁ダメなの致命的すぎるやろ。やっぱ身長はパワーなんだろうな。これもうレッドソックスの高橋周平やろ。言うほどひどくはないよな正直。値段考えたらぶっちゃけ日本史上最悪の契約呼びされてるんもわかるで。だって年25億払ってるやつがオーマイナスとか考えられんやろ。オー 0.7 はガチでヤバくね。シャレにならんやろこれ。メジャーのシーズン疲れもあるやろな。移動距離長いしな。吉田ほとんどベンチやから打率だだ下がりしてないだけで、大谷みたいに毎日試合出てたらやべえだろ。今頃260くらいやて。 DH でも使えんしどうすんのこれ。首位打者もあるとか言われてたのにな。こちらはプロ野球チャンネルです。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価でやる気が上がります。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。